ディエゴ・チャラはコロンビア出身のサッカー選手、ポートランド・ティンバーズ所属、ポジションは MF、元サッカーコロンビア代表、デポルテス・キンディオのユースチームでプレーを始めた。2004年にはトップチームに昇格し、キンディオにとって重要な選手となった。在籍5年でリーグ戦124試合に出場し、2ゴールを記録した。キンディオでの活躍から、 コロンビアのトップクラブの注目を集め始め、2009年にアメリカでカリに加入した。1年間で31試合に出場し、1ゴールを記録した。2010シーズンからデポルテス・トリマに加入。この年のコパス・ダメリカーナの準々決勝進出に貢献した。翌2011年のコパリベルタドーレスでは、予選の SC コリンチャンス・パウリスタ戦でアシストを。 記録しにから例の勝利に貢献した。大会を通じて7試合に出場した。コパリベルタドーレスでの活躍から、メジャーリーグサッカーのポートランドティンバーズなどの関心を集めた。2011年4月、かねてより噂のあったポートランドティンバーズと契約し、クラブ初の特別指定選手となった。8月20日、カスカディアカップのライバルである、バンクーバーホワイトキャップスとのホームマッチで、 試合開始わずか78秒後にメジャーリーグサッカーで初ゴールを決めた。コロンビア代表で2試合出場した経験がある。初出場は2010年11月18日に開催されたフレンドリーマッチのペルー代表戦。実定のジミチャラもサッカー選手。2020年1月にはジミがポートランドティンバーズに移籍したことでチームメイトになった。 2012年3月にグリーンカードを取得。2019年8月にアメリカ合衆国に帰化した。ありがとうございます。